こんにちは、脱力系マクロビチャンネルのやっちゃんです。今日はオートミールと米粉のジンジャークッキーというのを作っていきたいと思います。オートミールクッキーって以前天才糖だけでクッキーにするっていうめちゃめちゃ簡単なレシピを紹介しているんですけれども、うまく焼けないっていうような声もいただいたりしたので、今回はもう少しまとまりやすく米粉をプラスして、そしてさらに生姜を加えてピリ辛のスパイシーなクッキーに作っていきたいと思います。今回も混ぜていくだけの簡単なレシピですので、よかったら最後までご覧ください。それでは行ってみよう。ボウルにオートミールと天才糖、米粉、米油、生姜のすりおろし、塩ひとつまみ、これを入れてよく混ぜます。よく混ざったらオーブンシートの上に広げていきます。ちょっとボロっとした感じの生地なので、しっかりと密着させて並べてください。ギュッと押し付けるように形作っていきます。そしたら160度に予熱したオーブンに入れていきます。160度のオーブンで10分、そして150度に下げて8分焼きました。こんな感じできつね色になったら完成です。焼きたてはまだ崩れやすいので、完全に冷めてから動かすようにしてください。はい、完成しました。いい色に焼けました。部屋中に生姜のいい香りが漂ってます。それでは早速食べてみたいと思います。サックサクです。そして食べてちょっとすると生姜の香りがふわっときて、後からね、辛みがこう追ってくる感じなんですよね。めちゃめちゃ美味しいです。今回生姜たっぷり入れてあるので辛みも結構あるんですけど、お好みで生姜の量は減らしていただいても大丈夫だと思います。以前紹介したオートミールのクッキーなんですけど、天才糖だけだとなかなか固まらなかったなんて声もいただいたので、今回米粉をね少し入れてあります。そしてまとめる水分がこの生姜の搾り汁になるので、生姜の水分が少ない時は少しね豆乳を補ってあげてもいいと思います。これは今回、豆乳を少し加えて作ってみたもので、ちょっと食感もガリッとして少し固めになります。何回か作ってみて、生姜の分量とか水分の量とかお好みのものをね見つけていただけたらと思います。混ぜていくだけで本当に簡単にできちゃうので、よかったらぜひ作ってみてください。じゃあねー。